はい、皆さんこんにちは。火曜日でしたね。明日休みだそうで、まああんまり関係ありませんけどね、私は。3時45分になりまして、なんか雨の音が聞こえますね。この2、3日寒くないですか、皆さん。いや、僕寒いなと思って、ほんまに20度いってないんですよね。今年ね、冬がね、そんなに寒くなかった割には春は寒いやんって。なんか差し引きを何にしようとしてるんかなと思って。いや、別に春はね、暖かくていいんですよ、別に。わざわざ寒くする必要ない。その前の冬は暖かかったかと言ってね、そんな帳尻合わさんでいいですからね、別に。別にね、夏は別に涼しくていいですからね、別に。暑くなる必要ない。まあまあ、いいですけど。ロイターでございますね。イギリスの通信社、日本語サイトでございまして、4月28日、15時23分と申しますから、ほんの何分前、30分前でございますね。出た報道でこういうのございます。キム委員長の報道、大きな関心持ち注目。米からの情報は言えない。安倍首相ということでですね、ロイタースタッフが書いた記事でございます。出だしのところを読みますと、安倍晋三首相は28日の衆院予算委員会で、北朝鮮の金正恩委員長の健康不安説に関連し、報道は承知しており大きな関心を持って注目していると述べた。米国と情報交換しているが、米国からの情報は口外できない点に理解を求めた。大西健介委員、かっこ立国者。立国者って何なのこれ、ようわからんけど。への答弁。はい。なんかこの辺かゆいんですよね。もう年ですからね。体あちこちかゆくなるんです。さて、ちょっともうちょっと読みましょうか。もうちょっと飛ばしますね。首相はどのような情報を得ているかはインテリジェンスに関わるため答えを差し控えると述べ、米国からどのような情報が来ているか承知していると述べると認めることになる。米国とはやり取りを一切外に出さない前提に情報交換を行っていると説明したということでございますね。まあ、何も言ってないように見えるんですけど、いっぱい言ってるんですよ、これね。僕に言わせると、ほんまに。まずね、こう言ってはるんですね。大きな関心を持って注目しているというふうにおっしゃってるわけですね。安倍さん、どっちにしろ僕ら知らんことしてるわけでしょう、多分。ね、北に関する情報というのはね、アメリカはね、あれなんですよ。衛星が強いんですよ。衛星でもうほんまにこんなちっちゃいもんまでね、見分けられるっていう。ジョンウン君の顔を見分けるんちゃうかと言われてますね、アメリカの衛星は。まあ、ただし、まあ、条件等はあるでしょうけど。で、日本もね、衛星持ってるんですよ。衛星持ってて運用してるんですけど、日本の衛星はちょっと解像度が悪いわけでした。まあ、衛星情報の一番詳しいのはアメリカなんですけど、日本はね、ヒューメントなんですよ。人間なんですよ。人間のね、なんかね、涙出てきて痒くなる、すみませんね、人間の情報がね、強いね、実は北朝鮮に対して。警視庁やったかな、外事課ということがございましてですね、そこがですね、北朝鮮情報を一番詳しく持っていて、これは世界有数と言われています。なんでそんなんできんのって言ったら、日本には在日の方がいらっしゃるでしょう。で、在日の方がお帰りになったり、あるいはですね、中朝国境のあたりでですね、何らかのこう、お仕事をなさっていたりとか、そういう方々でですね、警察、日本の警察外事にですね、情報をもたらしてくれる人が多いというか、まあ、作るんですけどね。作ったはるらしいんですけどね。で、そっち方面からの情報が、あれですね、直接官邸に行くはずなんですよ。北村さんでしたっけ、警察関係の方がいらっしゃいますね、官邸の中にはね。で、それあたりを通してですね、行ってるはずでですね、安倍さんはですね、僕らが知らない何かを知ってるわけですね。
で、何かを知っててね、実はピンピンしてるのにね、あのジョンウン君がピンピンしてるのに、大きな関心を持って注目しているとはおっしゃらないはずなんですよ。ピンピンはしてないんですよ。だからピンピンしてたらこんな言い方はしないね。ああそうですかって私はよう知りませんぐらいに、その程度で逃げるはずなんでね。でその次にですね、これですね、アメリカと情報交換している、あのなんていうかこうしていること自体も言うのがよろしくないみたいなこと一切外に出さないと言ってるわけでしょ。それ逆に捉えるとね、これ日本語はね、あの外に出してはいけない情報がいっぱいあるということなんですよ。でこのジョンウン君情報もですね、外に出せない、もうなんていうか示唆もできない、ちょろっとで端っこをね示唆することさえできないほど機密であるという情報をがアメリカからもたらされているという裏返しの言い方なんですね。これもですね、全く何もなくですね、ジョンウン君ピンピンと今日も馬に乗ってましたとかねそういう話であればね、こういう答弁にはならないと私は思います。ですんでね、まあ、安倍さんもね、まあ、上手には言うたはるんですけども、これは日本政府官邸はですね、ジョンウン君情報についてですね、僕らが知らないなんかとっても重大な関心を持つような出来事がですね起こっているんやろうというふうに私は裏を読むわけなんですね。でまあなんていうかこう、まだこの世にいるかあの世にいるかってそれは分かりませんけども、まあ、この世にたとえねいらっしゃってですね、息をなさっていても、あるいは心臓が動いていてもですね、もうなんていうか外部に何らかのですね、こう意思を発することができない状態ではないかなと、たとえいらっしゃってもね。でいらっしゃらないということも言えますね。あの昨日他の記事で読んだんですけども、あの平壌の市内は、あれですね、買いだめが起こっていると。買いだめっていうほどものあるんかと思いますけども、まあとりあえずあの平壌にお住まいの方っていうのはあの超エリートなんですね、あの国の中では。だからお金はあるんですよ、あの大体はある人もいっぱいいるということですね。で、まあ経済制裁下にはありますけども、そんなもんいくらでもルートがあるわけでございましてですね、外国製品もいっぱい入ってきてるので、国内製品まで今買いだめに走ってるということは、いろんな意味が考えられるんですけども、まずそのね、このコロナでこう自宅待機令が出るんちゃうかと、そういう時に食べるものなくなったら困るやんと、日用品がなくなったら困るやんというための買いだめなのか、あるいは何か大きな変化が起こるかもしれないという不安感から、やっぱり人間ってね、守りを考えるとですね、家にこもってじっとしてよということになるわけですね。でそのために必要なものは、食料であり水であり、その他衛生用品だったりするわけでしてですね、とりあえず何もなくてもここで一月いられるみたいな状態にすると若干安心するようなところはあるんでしょうね。それは国境を問わずですね、国を問わずですね。でそういうことなのかなと、その2つのどっちかかなと、コロナか不安、まあ両方重なっている場合もありますけども。でもう一つ気になる話がですね、平壌の低空をですねヘリが飛んでると。ヘリですよ。で、一つ申し上げるとね、北朝鮮という国はね、極端に航空燃料が不足してるんですよ。空軍、まあ一応空軍らしきものがあるんですけどね、航空博物館と言われてますけど、一応飛ぶんですけどね、パイロットのね、年間飛行時間が10時間あるかないかっていうふうに言われてるんですね。まあ、それではですね、いざという時にきちんと動けるような訓練できないですね。で、それくらい燃料が不足している。でヘリっていうのはあれものすごいね、燃料食うんですよ実は。だから羽大きいでしょだから大きな力で回さなあかんわけですよ。だからね、結構燃料もだから貴重なんですよね。ヘリってなんで飛んでるか知りませんけどね、航空燃料かガソリンかそれはよく知りませんけど、とりあえず貴重であることは確かなんですね、燃料が。その貴重な燃料を使っ
て、低空をヘリが飛び回っているということは一体どういうことなのかというと、貴重な燃料を使ってもやるべきことがあるということなんですよね。それは何かいなというふうにも考えてしまいますよね。何かを探しているのか、それとも何かを監視しているのか、そのどちらかですよね。だからね、いろいろと考えてしまいます。私としたところでですね、大きな関心を持ってね、注目してるんです。はい、そういう安倍さんの答弁からいろいろ考えるというお話でございました。皆さんどうもありがとうございます。